今でも大丈夫じゃないですか。いや、これいけてるかもしれない。あ、大丈夫、よかった。これ来てる、これだ。お、来た、来てる。ちょっと待って、来てる、見えてる、見えてる。よかった、ありがとう。来てるね。よかった。本配信、ついに始まりました。ついに始まった本配信。2時間を経て。2時間を経て。大悟君、はい、気合いあった、入ったコメント。頼むよ。NL さんですから。もう NL 決定？決定です。まあでも今日1日だな、まずは。NL さんで結構、前回負けちゃってるんで。ルー君と前回ルー君だった。長瀬の時に大黒がもし NL に勝っとったら僕だったんですよ。あ、嫌だったんですよ。まあ、で今回もキャミーかもしれないしゴーかもしれないんで、俺もそこの研鑽はかなり積んできたんですよ。ほうほうほう。あ、ウネさん、あれインテルのやつだ。あれもらえんのはあの人、ヤマピーの仕事した人がこのインテルの受ける資格あります。ボケはボケいる、ボケどこにいる。LCQ はね、試合映像はないんですよ。だからね、報告になっちゃうんですよね。今のところ多分日本勢は全員見てるね。梅原さんが DQ になりかけたのを除いては大丈夫です。ちょっとね、他のところも今もうプレイヤー何やってんだろうな。あ、 FIFA だ。キッズが FIFA やってます。FIFA 人気だろうからね。はい。はい、how are you? はい。おー、テケン Yes, yes, yes. I am Saudi Arabian. Oh, Saudi Arabia from Saudi. Yes. How are you? Good, fine, thank you. もうゲームエリア、みんな誰でもゲームできる感じになってます。いろいろ見ていきましょう。はい、どうも。じゃあここからね、プレイヤーエリアの方に流れていきたいと思います。まずはこちら、お、中国勢、ヤンメン、チューチュー。はーい。はい。そして、お、プロブレム X のエンディングウォーカー、 JB もレックスナイター。そして日本勢、ザンギ、ザンギ、ザンギ、リリー、そして根本直樹、桃地雄介、シュート、フード、ユート、ヨッサン、ナウマン、ジョン・タケド、そして梅原先生も。これ今あの配信してます。いやいや、ここも止まんないでしょ。あれ、あれ、その顔は復活しました。もしかして、こちらが本配信。お待たせしました、皆さん、僕らの方も来てますんで。いや、配信ってさ、Wi-Fi ある？ここに eSIM っていう、まあ、SIM カード、現地の SIM カードを入れて、こっからテザリング。やっぱ回線はちょっと不安ですよね。テザリングだとちょっと不安ですよ。でもこっちは結構ネットいいね。ああ、そうっぽいですね。藤村がやられちまったみたいだ。藤村がジェイミーにやられちまったみたいです。この大会はですね、4枠ですね。あ、こっちか、4枠で、今日はトップ48まで決めます。ウィナーズが16人、ルーザーズが32で、明日トップ8まで決めて、ウィナーズ4、ルーザーズ4だろうね。で、そっから、そっ、What do you think of Akuma? Akuma? He's maybe character same tier as Ken. You think so? I think so. But some matchups he does better. Yes, some matchups he's better and some matchups he's not better. Yes. Who? Liu. Liu? I don't know. Because no one played. Yeah, because no one played. But I think he's strong. He's good against some matchup. Very good. Very solid. Yeah. But no drivers. No. Yes. In tournament, he's not very scary. Yeah. I thought you would play Akuma Takedo. What happened? I don't have time for practice. And I tried Akuma at the beginning, but at Australia tournament, I tried to use one tie, but I feel it's feel no good. Then I switched to Ken, then I won. So
So you go to Australia, you want to play Akuma. So maybe later, after this tournament, but I try, maybe Street Fighter League, Japan, coming soon. No day. It's different. But you use Akuma for some matchup? As Guy or Chun-Li? No Guy. Oh, no Guy? PS5, very bad. Ah, yes. Chun-Li, yes. Maybe Zangief. Ah, yes. Zangief in Japan. But Akuma is very good with Zangief. Ah, yes, I think so, yes. Me too. Yes. Who do you think top three? Top three? Kami. Ed. Kami best? Yes. Rashid. I don't think Rashid is best character, maybe top five. No. Yeah, recently Big Bad looks very strong. Yeah. Did you play Momoti? No, not yet. Oh, no yet? I'm waiting. Oh, okay, okay. Maybe in 2 hours time, because the other pools haven't even started. Yeah, okay. Mind game. Good luck. Thank you. Yeah. やっぱりラシードはトップティアらしいな。 What were you saying? え？ラシード said ラシード is トップティア。 I think Geef, Rashid, Kami. Kami, yeah. Top 3. Yeah, yeah, yeah. え？ I think so. え？ Top 5, Rashid. Top 3. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 強い。そりゃ強いし。そりゃもうトップ3っすよって感じ。ビッグバード。メニメニ。You win. Yeah. You win. My teacher. Ken, very bad. Oh, very bad. Now. At, low tier. Oh, low tier. やっぱそうだったのか。いやでもアングリーが言うんだったらやっぱりそうなのかもな。でもね、今回ナーマンいるんでね、ナーマンの件。期待してます。剣無理じゃないですか、ね。やっぱきついか。剣きついって言ってたじゃないですか。今まあ、ちょっとね、先生が。してる人はきついって言ったら無理っすよ。先生がね、今自信を失ってるから。先生結構豪気やってますもんね。で豪気行こう。まあでも今回は結構剣だと思う。うん。じゃあまあ次誰なの？わかんないです。ディスペアキングだったんですけど。ジュリー。ジュリー。でもただいないよね。いない本当になかったっすよ。最後レシャーなんですけど、あレシャー。いやレシャーは強いっすね。あれは新情報出てこない。あれはマジで強いっす。新情報ね。強いよね。江戸県どうすか。まあ、PC だったらやっぱ若干、まあ、向こうに分が あるよねきっと。まあでもやれる方だと思うよ江戸に対して。県は嫌がってるもん。前蹴り強いんじゃないですか確かに。うん、あでも前蹴りに技が引っかかるんだったらなんか振り方はなんかちょっと待ったりとか、前蹴りを待ってだったらなんかラッシュとか、ラッシュで差は出ればまあなんかやりやすいのかなって言ってました。エドは強いっすよ本当に。今回マジ誰が勝つんだろうね、ちょっと分かんないね。今回孫さんは来てません。孫さんはレイジがあるんで。アクアもいないのか、エントリーしてたのかな。アクアいないんだ。私は今サウジアラビアのリヤドという場所に来ております。サウジアラビアのリヤドで e スポーツワールドカップというイベントがありますので。おやり、おはよう。はい、おはよう。You good? Yes. You enjoying? Yes. Thank you. I want to play when you're free. Yeah, okay, okay. Maybe. Yeah, we have a lot of time here.ツアーしましょうか。一周しましょうか。一周します。ここはですね、アラビア語と英語が入り混じってますね。パブ G モバイルエリアかな。ここはパブ G はディレクト強いですから。パブ G 部門だよね、あの2位になったの。2位でもとんでもない賞金5000万近く入ったらしいよ。なんでもだからリジェクトは僕が入賞するかエーペックスでいいとこまで行けば、あのこのサウジのチームの表彰されるようなところに食い込めるらしい。お、何これすごい、ロボットアームコーヒーだ。おおすげえ。あそこには入れるんだ。でこっちはあの VR 体験ゾーンです。これプレイステーションかな。
で、こちらがストリートファイター。今キルズユーが試合に向かうところです。グラックで、プレイヤーエリアで、こっちは先ほどのウェイティングルーム、ウェイティングエリアで、あっちがトップ8はこの中でやるみたい、ゲーミングホール。あ、でもね、これこの時間から、あの僕らのそのすごいお世話をしてもらってるダルダさんという方がおっしゃってたんですけど、この国暑すぎてやっぱ夜からみんな動き出すって言ってたんですよ。6時7時になってから。そうだわ、4時5時に来た時はなんかもう全然誰もいなかったもん。まあこんな感じでございます。ですね、外は43度ありました。なかなか歩いていくのは厳しいですね。ラスベガスとほぼ同じだけど、おそらくこっちの方が暑くなると思います。いや、ほとんどね、ラスベガスと変わんないなと思ったんだけど、ただこっち本当に50度とかになるらしくて、雨が降るときは洪水になるみたいだから、まあすごいところでございます。あ、じゃあすいません、ごめんなさい。はい、そんな感じでございました。あの試合の方とか見れなくて、あの報告するだけになってしまうと思うんですよ。それでは、皆様ご視聴ありがとうございました。また。